東京都中小企業振興公社では、臨床現場ニーズを踏まえた医療機器開発を支援し、都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進しています。本助成事業は、医療機器等製品の開発から事業化を行うまでの経費を助成します。助成対象期間は交付決定日から最長5年間、助成限度額は上限が5000万円、助成率は助成対象経費の3分の2以内です。本助成事業には連携体の構築、移行連携事業への会員登録、臨床ニーズに基づく開発、達成目標の設定という4つの特徴があります。特徴の1つ目は連携体の構築です。都内のものづくり中小企業と医療機器製販企業が連携して開発を行う必要があります。ここでいうものづくり中小企業とは、ものづくり産業に属する中小企業を指し、鋳造・鍛造などの製造業種のほか、機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業などの企業も含まれます。一方、医療機器製販企業とは、医療機器の製造販売業許可などを取得している企業を指します。開発製品によって必要となる業許可が異なります。ご覧の表の1から4までの医療機器のクラス分けと非医療機器の分類を示す表で、申請時に提出が必要となる許可証をご確認ください。ものづくり中小企業が申請を行う場合、医療機器製販企業が連携先になり、医療機器製販企業が申請を行う場合、都内のものづくり中小企業が連携先になります。ものづくり中小企業と医療機器製販企業が1社ずつ入っていれば、連携体を構築したことになります。連携体は2社以上でも構築できますが、2分の1以上が都内の企業で構成されていなければなりません。申請書には申請者と連携先企業の実印を押印していただく必要があります。両社の押印をもって連携体の構築を確認します。特徴の2つ目は、東京都で実施している移行連携事業への会員登録です。助成金の申請までに、ものづくり中小企業は東京都中小企業振興公社が実施する医療機器産業参入支援事業へ会員登録、医療機器製販企業は東京都が実施する東京都移行連携ハブ機構へ会員登録を行ってください。登録が必要となる移行連携事業の概要を説明いたします。医療機器産業参入支援では、東京都移行連携ハブ機構などを通じて、医療機器メーカー及び臨床機関、研究機関との連携を促進しています。東京都移行連携ハブ機構では、医療関係者と企業の交流機会を提供し、臨床現場のニーズに基づく医療機器の開発や事業化を支援しています。連携先企業も会員登録を行っている必要があります。それぞれの登録方法は、募集要項またはホームページをご確認ください。特徴の3つ目は、臨床ニーズに基づく開発です。病院や診療所などの臨床現場のニーズに基づいた医療機器等製品の開発でなければなりません。そのため、ニーズ提供元の医療機関名と医師名などを申請書に記入していただきます。なお、本助成事業の支援対象となる医療機器等製品は、登録・認証が必須となる医療機器のほか、医療機関で使用される非医療機器、例えばリハビリ機器なども含まれます。特徴の4つ目は、達成目標の設定です。製品の完成または試作品の完成のいずれかを選択できます。
ただし、ものづくり中小企業が医療機器開発の申請を行う場合、達成目標は試作品の完成になります。目標を達成しなかった場合、助成金を受け取ることができませんのでご注意ください。それでは次に申請要件について説明いたします。特に重要な申請要件が3点あります。1つ目は都内で事業を行う中小企業者であることです。中小企業団体や中小企業グループでの申請も可能です。ただし、みなし大企業に該当する場合は申請することができません。2つ目は、定められた日以前に東京都に登記、または開業届を提出していることです。本店登記でなくても問題ありません。3つ目は、開発場所が都内であることです。ただし、状況により首都圏であれば開発場所として申請することが可能です。開発場所は申請者の事業所に限ります。1から3以外にも申請要件はあります。詳細は募集要項をご確認ください。助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成事業が中止になりますのでご注意ください。次に助成対象事業について説明いたします。都内のものづくり中小企業と医療機器製版企業が連携して、医療機器等製品の開発や事業化を目的として取り組む事業が対象となります。なお、助成対象事業にならない事業の例を記載しております。開発以外の経費を目的としているもの、開発要素が少ないもの、同一テーマで公的な助成金を受けたもの、助成事業期間内の販売を目的としているものなどがあります。本事業で開発した製品などの最終成果物は、助成事業完了前に量産・出荷することができません。こちらの記載以外にも対象事業とならないものがあります。詳細は募集要項をご確認ください。次に助成対象経費について説明いたします。対象となる経費はご覧の9項目です。助成対象経費の詳細は募集要項をご確認ください。対象経費、対象外経費、注意点等を記載しております。助成事業期間内に契約、取得、支払いがすべて完了した経費が助成対象となります。助成事業期間の開始日より前に行われた取引は助成対象になりません。なお、達成目標を試作品の完成に設定した場合、一部の経費が助成対象となりませんのでご注意ください。また、本助成事業は対象期間が最長5年間であることから、実施段階で期間を明確に区分できる場合、期を設定することができます。各期が終了した時点で報告を行い、期ごとに設定した目標を達成していれば助成金を受け取ることができます。1期あたり1年以上の期間が必要で、助成事業期間を5年とした場合、最大で5期まで設定ができます。最後に事前ヒアリングについてお知らせします。公社ホームページから事前ヒアリングの予約を行ってください。ご登録いただいた情報をもとに1時間程度のヒアリングを実施します。要件などに問題のなかった企業は申請手続きに進むことができます。事前ヒアリングの予約期間と実施期間、申請書の提出期間は募集要項をご確認ください。助成事業への申請には申請要件を満たすこと、申請書を作成すること、提出が必要な書類を用意することなど、さまざまな準備が必要です。詳しくは募集要項をご確認ください。
お問い合わせ先はご覧の通り、東京都中小企業振興公社、取引振興課、医療助成担当まで。皆様からの申請をお待ちしています。